今回はですね、えー、昨日ですね、Amazon のタイムセール祭りで私がお勧めするクローンブックという動画を上げているんですけれども、もう一台ですね、結構お買い得ないい端末がタイムセールに出てきましたので紹介したいと思います。それはですね、こちらですね。こちらはですね、a イ s u s のクローンブックデタッチャブル c z 1という端末になります。で名前からもわかる通りね、d タッチャブルということなので、 まあ、いわゆるキーボードが取り外してタブレット状態で使えるクロームブックになっています。で、通常はですね、4万円台の価格がついていますかね。まあ、それにクーポンなんかがあって、まあ、3パぐらいで売ってることが多いのかなと思います。まあ、それがなんとですね、今回のタイムセールで29,500円です。これは結構安いと思いますね。で、じゃアマゾンの価格を調べたら、まあ、過去にもね、一度29,500円で売っていた時期があるようなんですが、 まあなので、アマゾンではおそらく、まあ最安値に近い、えー、最安値と一緒なんですかね。まあだからかなりお買い得だと思います。で、通常やっぱ4万円っていうことになると、まあスペックとか考えるとちょっと高いかなと思いますけど、まあ29,500円だったら結構お買い得だと思いますね。特にこういったデタッチャブル型のパソコンですね。デタッチャブル型のクロームブックを探している方にはおすすめの一台になっています。それでは見ていきましょう。 まず外回りなんですけれども、これね、見ていただくと、結構特徴的な感じ。結構ね、分厚い感じで、しっかりした感じの、まあこれケースなんですけどね。ケースとまあキーボードがついています。で、ここはですね、いわゆるファブリック調、布っぽい素材ですね。レドものアイディアパッドデュエットとか、ああいった感じの、ちょっと可愛らしい。やっぱ仕上げがこういう感じだと見た目も可愛らしくね、えー、なるんですけれども、まあそういった感じの仕上げになっています。 で、この周りが結構しっかりとしたゴム素材のバンパーになっていて、これはですね、タフネスクロームブックですね。えっ、ー、と、ミル規格に対応しています。で、このケースをつけた状態、今はさっき言った、そのケースっていうかカバーをね、つけているんですけども、この状態で150センチからの落下に耐えられるということです。で、これ、ケースが外せるんですけど、ケースを外してもミル規格に対応しているらしくて、 1.2メートルからの落下にケースを外しても耐えられるということなんで、かなりね、頑丈なものになっていますので、やっぱりね、デタッチャブル式持ち歩くことが多いと思いますんで、耐久性の高い端末ってのはいいと思います。まあ見た感じもですね、この辺のゴム素材の感じは、なんでしょうね、本当にタフネススマートフォンっぽいね、こういったバンパーっぽい感じになっています。これなかなかいいですね。 カメラもですね、やっぱりこうケースが分厚いんで結構奥に入ってるんですね。まあこれもカメラを守るという意味では非常にいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、ここにね、ちょっと凹んだところがあるんですが、これペンなんですよね。要は USI のペンが収納式なんですよ。だいたいクローンブックって別売りのものがまあ結構多かったりすると思うんですけれども、そういった別売りのものってやっぱりこう収まりが悪いんですよね。ただこの端末については、これ本体にしっかりと収納されるということで、 まあ非常に収まりが良くて、そのね、持って歩くには非常にいいと思います。まあただね、これ後で見ますけれども、ペン自体は、あの、細いんですよね。細くて、まあ軽いところもあって、まあ書きやすいペンとは言えないんですね。やっぱり書きやすいんだったら、こう別売りのね、しっかりした、しっかりとしたペンを買った方がいいと思うんですけども、まあただ本体に収納できるっていうメリットはありますんで、まあこれもなかなかね、やっぱ持ち歩き端末としてはいいかなと思います。ただ弱点としては、このペンがね、めちゃくちゃ出すのは硬いんですよ。まあ女子の皆さんだったらおそらく爪は取れると思いますね。 男子の皆さんも下手すると爪が折れますんで注意してください。まあ、結構ね、出すのにコツがいると思うんですが、私は未だに出せませんね。それではね、起動していきましょうか。で、これはですね、えー、よくあるタイプ、いわゆるサーフェイス的な感じなんですけども、このバックカバーの、ここがですね、こうキックスタンドになって、ガチャンと。これでノートパソコン状態で使えるというものです。いわゆる、その、ね、アイディアパッドデュエットみたいな感じですね。 で、こちらの端末、エイス s スの端末なんで、エイス s スの端末ってね、なんか、なんとかリフトヒンジっていうのがあって、この、キーボードの角度がね、こう、つくようになってるんですけど、これもデタッチャブル式なんですが、ガチャンとマグネットでつくような形になっています。で、レノボのアイデアパッドデュエットね、まあ、非常に似たデタッチャブル系のお端末ありますけど、あれはこう、ベタッとしてるんですね。まあ、こう、あの、デスク面に対して、いわゆる、この、ベタ打ち状態なんですけども、一応これはですね、こういった感じで、 まあ角度がついて打ちやすいということです。で一応マグネットになっていて、まあ一応カチャッとつくようにはなっているんですね。まあただ反面ここが少し開きますんで、まあよくこういったキーボードを使うとちょっとたわみますよねっていう感じありあるんですけども、まあ確かに今動画で見ていただいてもわかる通り、まあ、やっぱりここが開いてるっていうせいもありますけど、ちょっとたわんでますかね。 えっと、キーボードの配列はこんな感じですね。まあ、クローンブックにはよくある感じですね。ちょっと向かってみなが,が窮屈。この辺の円マークとか、このエンターキーも、なんかこの辺がね、不自然だなと。このキーも、おそらく一つのキーを半分にカットしたのかなというね、そういったキーボードになっています。まあ、これはね、えー、まあ、残念ではありますけれども、大体どのクロームブックを選んでも似た感じです。 で、主なスペックですけども、ディスプレイはね、10インチです。で、SOC はあ、MT の8183ですかね。だから、ま、あよくタブレット等に使われている、ファイヤータブレット、10インチのファイヤータブレットに使われているものと、まあ、同じかなと思います。RAM は 4GB、ストレージは1ニッパーですかね。 まなので、そんなに性能が高いクローンブックではありません。だからそんなにね、Chromebook の中でも比較的軽い作業をするというものになります。まあ、ただ、メディアテックの SOC なね、バッテリーの持ちとかですね、あと Android アプリの相性なんかは、あその、インテのものに比べればいいかもしれないですね。とりあえず、Yahoo を見てみましょう。まあ、表示としてはこんな感じですね。まあ、ブラウジングぐらいであれば、特に問題はありませんで、当然タッチに対応しております。 ま、こんな感じですね。まあ、ブラウジングぐらいであれば当然問題はないという感じです。えっ、ー、と、オクタンベンチマーク一応参考程度にやってみました。1312点ですね。まあ、やっぱりこの辺のスコアなので、まあ、今売っているクローンブックの中では、まあ、やっぱり比較的、性能的には低いものになっているのかなと思います。それではこの端末のね、特徴的な部分。デタッチャブル式ですね。これを。はい。こうするとね、これでタブレットのように使えます。 で、Chromebook はですね、前も言ってますけれども、今、こうね、下から、ぴょんと出しましたけれども、あの、キーボード外すと、自動にタブレットモードになります。この辺の、なんでしょうね。この、この感じは、いかにも Android タブレット的な感じですよね。まあ、これもこの端末のいいところですね。やっぱりキーボードがしっかり取れますんで、いわゆるフリップ型こう、キーボードが一回転して裏につくやつもありますけど、あれって、重さは変わらないんですね。キーボードもついたままなんで、 かなり重たくて、タブレット型で一応使えますけど、実際タブレットとしては重すぎて使えないんですよね。どっかに立てかけて使うとかそういう感じになっちゃうんですけど、一応これはですね、キーボードも取り外せるし、で今、あの、ケースつけてるんでね。 それなりの厚みと重さがありますけれども、まあ、このケースも一応取り外しができるので、外せばよりタブレットっぽく利用することができます。まあ、ただこの辺のベゼルとかは結構太めですね。やっぱり見る規格に対応してる、そういった耐久性もあるということなんで、まあ、いた仕方ないかなと思います。この辺の角を見てください。このバンパーがすごいですよね。だからこれで角から落ちても大丈夫ですよというものになっています。えー、っと今、専用のこのカバーね、外しました。 カバーね、こんな感じになっています。で、これがですね、その、レノボのアイディアパッドデュエットってマグネットでね、取り外しができたり、あともう一個、エイスの端末で、似たような端末でマグネットで取り外せるやつあるんですけど、これはですね、なんでしょうね、そのゴムの枠にカチャッとはめる感じ、え押し込むような感じになってるんで、正直その取り外しは結構面倒なんですね。で、そんなに、今、まあ、めちゃくちゃ硬いってことないんですけど、むちゃくちゃ柔らかいっていうかね、すぐ外せるっていう感じでもないんで、 ま、外したりするときにやっぱ端末を落としちゃったりとかね、そういうリスクがあるんで、基本的にはつけっぱなしでいいのかなと思います。本当に家で使うときにね、まあ、外して使うっていうことありますけれども、あんまり出先でつけたり外したりするのはお勧めしません。ただですね、他の端末についている、そのバックカバーよりは、やっぱり頑丈って言いますかね、プラスチックでできてるし、角のゴムも厚いしで、さらに布地になってるっていうことで、まあ、この辺の耐久性はなかなかいいんじゃないかなと思います。 こちらが裸になったタブレットです。で、そのカバー外せばですね、まあそれなりに薄いし、まあ見た感じは本当にタブレットみたいな感じになるんで、やっぱりタブレットとしてそこそこしっかり使いたいという方には、まあケースを外せばね、結構タブレット的に使えると思います。で、一応この背面はプラスチックですね。でただ傷がわかりづらい、ちょっとボコボコした仕上げになっているということで、まあ耐久性そのものは関係ありませんけれども、まあ傷がね、まあ目立たない仕様になっているということです。 で、この縁ですね。フレームもですね、ちょっとゴムっぽい素材。ま、あこれ自体でもあのミルキカクがあるっていうことなんで、ミルキカクに対応してるっていうことなんでね。まあ、この辺もちょっといわゆるゴムっぽい素材になっていますね。先ほど紹介したですね、ペンですね。ペンここに入っています。で、これがさっき言った通りめちゃくちゃ硬いんで、私はね、これを使って、うん、出します。はい。 こんな感じですね。軸がこうちょっと四角っぽい感じで、決してやっぱり持ちやすいと書きやすいというペンではありません。ただこの中に入るので、まあそこがメリットということですね。で、当然ですね、これこの中に入れると充電されるんですね。確か15秒間で45分間使えるっていうことなんで、まあ本当にこの中入れておけばそういったバッテリーの心配もありません。これはまあ便利っちゃ便利ですね。持ち歩く人にはすごく便利ですね。それではちょっとじゃあね、ペン使ってお絵かけしてみましょうか。で、このキックスタンドは、 こういう感じさっきの、いわゆるそのパソコン状態で使うときにも使えますし、これって結構角度がぐーっといくんですね。まあ、このぐらいのね、傾斜がつくんで、このぐらいの傾斜だと、ペンを使って書いたりするにも結構いいのかなと思います。だから、こうやって、ちょっと斜めしてね。で、こうやって書くっていう感じだと、この辺のね、角度が結構絶妙かなと思います。それではちょっと書いてみましょう。娘のスマホ。非常に書きやすいですね。 一応、筆圧にもね、対応しているということなんですけれども、これは当然アプリの方も対応してないと、まあその筆圧にね、対応できないんですけども、一応ペンの方は筆圧に対応しています。意外と遅延もなくですね、スラスラと書けますね。どうでしょう、お絵かきタブレットとしてもいいんじゃないですかね。ということで、今回は Amazon のタイムセールで私がお勧めするクローンブックの残りの1台と言いますかね、追加された1台を紹介させていただきました。これ結構いい端末だと思います。 やっぱりデタッチャブル式ってね、まあこういう感じで使えて、なんとなくこうガジェットとしての魅力、まあ使う使わないは別にしてもですね、まあ結構持ってて楽しいとかね、えー、使って楽しいとかっていうそういう感じがあるんで、まあちょっとクローンブックをね、まあ趣味で遊びでチャレンジしてみたいという方には、まあこういったね、ちょっと変形する端末の方がいろんな使い方ができて楽しめるんではないかなと思います。で、さっきも言った通りですね、まあこれいろいろ変形しますよっていうことなんですが、このバンパーですね。 しっかりと稼働地にゴム製バンパーって書いてありますね。であと、このね、傷防止もなってましたし、で、このケースがね、キックスタンドがこうついてますよと、対衝撃カバーなんですね。まあこれをつけるとさらに耐久性が上がるというものです。見ル企画にも対応しています。なかなかいいですね。ねペンも収納できます。 であ、カメラね。カメラちょっとやりませんでしたけど、一応インカメラとアウトカメラね、タブレットなんてついてますんで、この辺もですね、本当にタブレット的に使えるということです。まあこれが29,500円、なかなか良くないですかでやっぱり頑丈にね、できてますんで,で、ケースも結構しっかりしたものがついてるんで、まあお子さん向けなんかにも結構おす,すめできる端末だと思います。 で、アマゾンのね、タイムセール祭りは4月の26日23時59分までというふうになっておりますので、まあ、クローンブックにね、興味のある方、クローンブックを安く購入したいなという方は、 もう一度ですね、アマゾンのタイムセール祭りチェックすることをお勧めします。一応ね、えー、昨日私がお勧すすめのクロ e b ブックあげてますし、まあ今日追加でね、1台あげていますけれども、まあその辺を選んでいただければ、まあ結構お買い得だとは思います。で、この端末もね、後からひょっこりと現れたんですが、なかなか29,500円だったら魅力ある価格と端末になっているんではないかなと思います。はい、今回は以上です。